30秒で番宣。星和明です。教育官です。中国の旧正月ではひまわりの種を食べながら一家団らんして過ごします。それでは先に5個を食べた方から番宣してください。よーいスタート。よし、早いぞ。いやーこれ早い。あっこの両側を借りてください。え、早い。タイムリーな話題では猿年についてご紹介します。百瀬物語では銭についてご紹介します。残り10秒。教えていいかん先生では地下鉄やバスについてご紹介します。最後は、二十四節気では立春についてご紹介します。3、2、1、4。